この間歯が全部取れましたね。え？確率悪いです。マイクに近づいて喋ってください。そうしましょうね。息抜きの時言ってください。僕悪いんで、マッサージのこういうのは、うん、歯は作ったんだけど、はい、無意識に歯を縛るって使えないんだ。まもなく始まります。5秒前。はい。FM ニノワをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい、この時間は FM ニノワよりサザンブリーズをお届けします。はい、水曜日の担当は FM ニノワスタッフのメグと、はい、陽気無邪気漢字作者のセイントこと岸本哉と言います。よろしくお願いします。はい。今日もトロピカルビーチの方から放送しております。来ております。ビーチの皆さん、こんにちは。こんにちは。今売店の方から放送しております。はい、手振ってますけど見てくださいね。はいはいはい。ここですよ、ここですよ。9月になってね、若干人数は少なくなったかな。そうですね、やっぱり、うん、夏休みいっぱいいたから ね、夏休みすごかったですね。本当に あそこに ありがとうございます。こちらで放送しております。今日この水曜日担当の二人は久しぶりのトロピカルビーチ。そうですね。ね、はい、久しぶりに来ました。かわいい。どこ見てるかわからないのかな。かわいい。かわいいもん、本当。うん。はい、6時まで生放送でお送りしますので、この後もよろしくお願いします。お願いします。さてさて、もう秋。そうですよ、ね、もうしかも運動会もあちこちね。そうそうそう、あるからさ、また秋休みも入ってるって。もう秋休みもあるの？なかったよ、自分たちの時。はぁ、もう本当だ ねもう秋に近づいてるので、運動会シーズンだと思います、うん、はい、今日のテーマは運動会で、運動会で、はい、ね、やっぱね、いっぱいあると思うので、いろいろお願いします。運動会の思い出ね、あると思うので、何が好きだったかとかね、うん、競技嫌だったとかさ、もうあるから、自分も、うん、そうそうそう、いっぱい言いましょう。教えてください。はい、今日もたくさんのメール、メッセージお待ちしております。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com 数字の 797@fmginowan.com まで。FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます、はい、ツイキャスの方はツイッターと連動していまして、随時コメントも読ませていただくので、ぜひぜひツイートしてください。ぜひぜひ、はい、パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリックしていただくと、音楽も全編同時配信で聴けるようになっています。スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。それでは今日の1曲目にたいと思います、はい、今日の1曲目はですね、私のおすすめの曲をいきたいと思います。お、はい、実は友達なんですけどね、はい、この9月に新しくリリースいたしました、はいはい、アイルさんでブルーマイン。ハーモン君ありがとう、来てくれて。あと、あ、シプリームさんも。シプリームさんありがとうございます。ありがとうございます。東京やっと、やっぱそうだよね、うん、涼しいよな。
先週の放送終わりで安室、はいはい、ちゃんが、ね、そう本当に親がもう見に行って、うん、もう親が見に行ってからもうショック受けてて安室、うん、ちゃんがもうみたいなずっと言ってて、もう、はい、25年26で終わるみたいですけど、うん、若いよね40でまだ全然生きると思うけど、うんうん、この間のあれ見に行ってたの？そう見に行ってたんですよ親は。それでこういうなんかやめるふりっていうかそういうの見せなかったのって聞いたけど、うんうん、全然見せなかったって言ったから、うん、そうそうそう、最後どこでやるんだろうね、沖縄でやるのかな。いや沖縄でやってほしいね、やってほしい、やっぱり沖縄でやってほしい、やっぱり地元でお話したい、お話してほしいかな、来るかなこの1年で、来てほしい。なんか紅白も出ないっていうね。あそうなんだ、お金出すみたいな話もしてたけどいっぱい、うん、なんか出ないんだ結局、テレビの活動はしないっぽいよ。あそうなんだ、あれからも次の日からずっと安室ちゃんが歌ってる。そうラジオでも、そう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 、ずーっともラジオで安室ちゃんばっか流れてるからすごい影響力と思って。すごいよ本当。FM 木の庵よりサザンブリーズをお届けしております、はい、この時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。はい、お天気お願いします。はい、今夜27日ですね、今日、はい、もう9月終わりますけども、はい、はい、そして天気を言っていきたいと思います。西の風ですね、はい、晴れ、夜遅くは曇りになるみたいですね、まあ、ちょっと曇ってますね今もね、はい、そして波が 1.5 メートルになっております。で降水確率が18時から24時が 20% になっております。そして明日28日は、北西の風のち北の風やや強く曇り、昼前から時々晴れになるんですけども、明け方までは雨になるみたいですよ。そして波が 1.5 メートルのち2メートルになるみたいです。降水確率が、0時から、6時が 30% で、6時から12時が 20% で、12時から18時が 10% で、18時から24時も 10% になっております。で気温がですね、朝の最低気温が27度、日中の最高が30度となっております。そうですね、これでいいです。はい、ですね、沖縄本島地方と、先島諸島、先島諸島は高気圧に覆われておおむね晴れてます。一方大東島地方は気圧の谷の影響で雨が降っているみたいです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて道路交通情報です。まず沖縄自動車道からお伝えします。はい、現在沖縄自動車道下り沖縄北インターチェンジ付近で故障車が止まっております。はい、はい、こちら通られる際は早めの車線変更をお願いいたします。その他のところはスムーズに流れているようです。続いて宜野湾市内の道路交通情報をお伝えします。宜野湾市内現在、国道330号線我如古交差点付近で短い渋滞が発生しています。
続いて、国道58号線伊佐交差点付近で短い渋滞が発生しております、はい、現在のところその他はスムーズに流れているようです、この後帰宅の時間になってくるかと思いますので、皆さん心に余裕を持ってゆっくりと運転をして安全に運転でお願いいたします、はい、以上、お天気と道路交通情報でした。それでは CM を挟んでゲストさんの登場です。はい。何だろう、何だろう、結構マングローブじゃないですよね、これは。これは何だろう、秋はね、マングローブ、マングローブっぽいっすよね。マングローブなのかな、これ。何だろう、もしかしたら書いてない。こっちでボリューム調節するんで、スイッチは触らないで大丈夫。午後5時12分を回りました、はい、この時間は FM 木の湾よりサザンブリーズをお届けしております、はい、さてここからは素敵なゲストさんをお迎えしておりますので お届けしたいと思います、はい、本日のゲストさんはこの方です。ではマイクに向かって自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。博多マサオと言います。博多は尻の博多ですので、ぜひ覚えていただきたいと思います。はい。はい、博多先生にお越しいただきました。実はですね、博多さんは、リハスケア赤心の先生でいらっしゃいます。はい。こちらはどういった内容でされてるんですか？そうですね、まず赤心塾というのを、はい、赤心という言葉は聞いたことがあると思います。はい、詳しくは分かんないです。できるだけ、はい、裸の気持ちで、お心で、その赤心と言いますね。赤裸々の赤ですね。あの赤、あ、そういう意味で赤心というのはとても中国からの言葉で、いい言葉ではあります。はい、まあ、それが基本になって、まあ、当該仙骨療法をやってますね。はい、難しいこと。難しい。当該仙骨療法。当該仙骨療法。療法。当該仙骨療法っていうのは何ですか。療法。ちょっとね、はい、とても説明しやすいのがあるんです。はい。ビーチの前の木はこの名前わかんないんですけど、はい、上に葉っぱがありますね。葉っぱがあります。あれが当該頭です。頭。はい、そしてその下に本体の木がありますね。はい、の幹があります。そしてその下が最初にあるのが頸椎、首の骨ですね。その次下が胸椎、胸の骨です。
ね。はい。でその下が腰椎、腰骨ですね。はい、でそのちょっと下の方が、はい、あの仙骨。仙骨。うん、仙骨、うん。仙人が住むと言われているぐらいの仙骨。何ね、それすごい。仙骨。仙骨。交感神経を出すところなんです。とっても大事なところです。で、それからあの、まあ、これ本数多いんですけど、はい、あの骨盤が一緒にあって、はい、足があるわけですよね。はい、そのためのちょうどね、いい説明ができたんですけど、はい、その神経というのが各部署に配られているわけです。はい、この頭蓋というのは脳頭蓋というんですけど、はい、頭の蓋ですね。蓋というのは鍋の蓋の蓋です。はいはいはい、まさにで神経を回すために体中に、はい、そのために脳脊髄液というのが必要なんです。うん、ちょうど車でいうエンジンオイルですね。はもちろんあのスムーズにするための神経を受けするためです。はい、この中にはブドウ糖とか血液、いろんな栄養が入っているわけです。はい、で沖縄ではおそらくあの初めて長いことよりの私だけかもしれません。そうなんです。その頭蓋、仙骨、両方ということなんですね。すごい。でですね、はい、もう本当に経歴がもう本当もうね。もういっぱいすぎて すごいですね。そうなんですよ。もうかなりいろんなねところで大活躍をされていらっしゃる先生なんですけども、さやくん、なんか体で痛いとことかないですか？自分なんか、うん、腰とかなんか肩とかなんか何もかも痛かったらなんか足揉んだ方がいいって聞いたんですよ自分。太ももなんかマッサージとかが、はい、自分高校の時にめっちゃしてたんですよ。なんか学校の先生とかにもマッサージしてっていうぐらいのなんかうまいぞって言われてて、それで好きだったんですマッサージとか、なんか本とか読んでて、なんか針とかもありますよね。また針治療とかもありますよね。そう、それもそういうのもなんか自分はちょっと興味あったんですけど、よく自分は足を揉んでましたよ。なんか足がなんか第二の心臓って聞いたので。これは正解ですか？あの正解には近いです。近いです。あ、近い。欲しい。やっぱりね、はい、あの脳の最初に出る脳幹とか一番上からが最初で、はい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 、肩きますね。はい、ただ皆さん、ね、肩こりとよく言いますよね。はい、言います。ところが外国で肩こりという言葉ないんですよ。バックペインって背中の痛みと表現する。背中の痛み？背中。はい。からよく肩を揉みますけど、はい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 、もっといい方法があります。この肩の骨は肋骨についてるんですね、胸に。ですからこの脇から胸にかけてもね、はい、この筋肉を和らげないと、はい、まあ、上肩こりいかないんだ。はい、じゃあ肩揉んでも今日はただ触ってるだけなんですか？もうあれはもう元から取れないっていう。そうなんだ。ただ触れたかっただけなのかもしれない。だからあの時。そうなんだ。シブリムさんがねコメントをいただいてます。はい、自分は頚椎ヘルニア持ちです。はい、疲れやストレスで時々しびれや痛みが出ます。こういった方はどうしたらいいですか？はい、頚椎持ちとかありますね。はい。それとか骨折事故そうですけど、あと運動の。誰かがぶつかってお尻に倒れて実際にマスクを、はい、そうすると二人言えば頭なんですよね、基本が。頭の本当にあのつなぎ目を死ぬ部分とよく言うんですけどね、昔はね。その辺からあのつながっている、うん、どんな筋肉も骨についてますよね。はい、はいはいはい、上辺の揉みというのはあんまりいいことどんどん硬くなってくるわけ、今もこれ。そうなんです。軽く叩いた方がまだいいんですよね。あのさ、よくじゃトントンなんかありますよね、見ません、ね、おじ、ね、本気でね、孫がトントン、あれ、それいいんですか？まさにそれです。あ、そうなんだ。へ、そうすると、あの押すことで血液血管をしますよね。で、引いた時は、パーッと伸びるわけ。はぁ、あ、違うね。はぁ、あ、
そうなんだ。飲むというのはいいことでもあるけど怖いことでもある。あるんだ。そうですね。すごい、そうなんだ。こういったね、あの肩こりだったりとか腰、うん、の、 あの痛みも見てくれることはもちろんなんですけども、はい、先生、あのテクノストレスについて伺っていいですか。この言葉は10年、15年前から出てますけど、はい、テクニカルですね、うん、いろんなパソコンやら、はい、それからコンピューター、はい、そういう方々が何時間もそれをやるわけですよね、はい、電子機器ですね。今は子供さんから、はい、もう年配の方まで、はい、子供でもそうですし、はい、そうすることによって座ることは一番体には良くないですね。髄液に対してはそうなんですね。届かないわけ、足もね。ああ、うまく流れない、うん、はい、さっき言われていた、はい、ふくらはぎ、はい、むくみが出ると、はいはいはい、水が溜まる。うん、これはこの髄液は静脈と、はい、リンパと一緒に、はい、ぐるぐる体を回って心臓に帰ってくるんです、はい、それが中断されているわけ。ああ、ですから時々立ち上がるとか、はい、立ち上がるということは下がりますよね、はいはい、一番横になる、5分ぐらいでも寝るというのが一番いい方法。横になるのがいい方法。そうですね。髄液が流れやすい。確かにそうですよね。なんか立ってる時にそう、うん、なんか下に行くからって言って自分はなんか職場とかでもたまに揉んでます、うん、自分は。あ、やってます、揉んじゃいますね。そう、たまに揉んでます、本当に。そうそうそう、はい。そうですね。ですからね、私たちにとっても大事なのは呼吸なんですよね。あ、呼吸。例えば、あの息を吸いましょうね。はい、吸いました、はい、その時は頭が膨らんでいるんですよ。ゴーゴーといってつなぎ目があるでしょ、はい、日本ではすぐ固まるという表現しますけど、はい、アメリカでこれが動いているのがはっきり出ている。息を吐く吐いた時に小さく吐いた気じゃなくて、そうそうそう、すごい、まさにそうです。ですから私たちも訓練も何でもはい、それで自分の頭痛が良くなったとかね、うん、もちろんお客様もそうですけど、はい、そういういいところあります。へえ、今あの私が皆さんの顔を拝見していて、はい、考えると今にしたら、はい、とても朗らかだと思います。はあ、朗らか。これは顔に出てます、形に。そうなんですか。そして、はい、セイヤさんも割と神経質だと思います。今回もだと思いますね。そうかもしれない。うん、吸う息は少なくて、はい、吐く息だけ。あ、そんなんでも。なんかさ、変なところで真面目って言われますよ、なんか。丁寧すぎるって。骨格というのは、その呼吸によってどんどん変わっていくわけで。すごい。嘘。面白い。見た目でわかる。すごい。そうなんですか。だから寒い国の人はみんな細く。すごい。ね、そうなんだ。沖縄は丸い顔が多いですよね。そうですね。確かに。それだけいい環境がある。ああ。暖かくてね、朗らかな人が多いかも。そうですね、確かに。他にはどんなことを見てもらえるんですか。そうですね。あの、あります、はい、まあ、病院行ったりもしますけどね。それちょっと寂しいくらい3か年ぐらい寝てたりとか、うん、目を覚ますすごい、すごい、もやもや病って聞いた。あ、聞いたことありますね。はい、まあ、悪口ではない、手術をしたんだけどちょっと難しいと、うん、この女性の方ですけど、うん、どうしてもセールスで営業したいと。ある酒屋さんの娘さんですけど、はい、この人は2回ぐらいですね、はい、東海で、はい、完全に復帰してます。へえ、あとは、はい、発達障害とかね、まあ、さっき話したあの無臭地と、もっと大きい無臭地があるのであって、そういうことで、ね、本当に3、4年休んでたのが、はい、
たね。はい、はい、詳しい場所をお伺いしてもよろしいですか。はい、大山の意味がありますね。はいはいはい、意味の上の駐車場の方はパイプラインですね。はい、駐車場に車を止めて、はい、ちょっと森の方を見ると、はい、そこにイサマンションっていうのがイサマンション、はい、そこの1階そこで、あ、1階の方で、うん、なんて言えばいいかな、お家もどう住まいも一緒です。あ、はい、あ、なるほど、はい、されていらっしゃるということなんですが、うん、こちらの、施術の時間が朝10時から、うん、午後7時まで、はい、はい、要予約制となっております。そして、料金の方が50分2500円ということで、多分安いですよね。安いのかな、50分も見てもらって、ね、そうですよ ね、 ね。そして、学生さん、通院中の方、心身症の方、そして70歳以上の方は2000円で、ね、はい、安いですね。そしてですね、募集をされていらっしゃるこちら、はい、受講生の募集についてお伺いできますか。はい、これは今ヘルスケア専門学院というのをやって、その延長なんですけど、はい、宮古からとか、うん、ホテルでマッサージをやってるんですけど、さっき言ったマッサージ、はい、メディカルマッサージをやってるんだけど、はい、やっぱりもうこれだけじゃ足りないというのが出てきてる。へえ、3名3ヶ月の勉強で、うん、で宮古から1回来てもらって、うん、もちろん今までも10年ぐらいそういう仕事をしてますけど、はい、その後は私が月1回また向こうに行って、うん、テレビに来て、こういうのは本当に何年も毎回続けておいたんです、はい、でこちらでも、はい、まあ、側近道と足の先生が出して、はい、ルーム等がやったりと、うん、そういうこともまたやってますね。はい、この当該仙骨療法についてこの学べる、その受講できる講座がねあるということなんです。で、高等学校卒業または同等以上の知識、そしてヘルスケアに関心のある方が対象となります。期間が3ヶ月30時間ですね。そして授業は週1回、1回2時間程度となっています。受講日、時間は相談可能ということです。受講料が、教材費込み9万円となります。こちらもですね、赤田先生受付されておりますので、ぜひ受講生になりたい方、ね、ヘルスケアに関心のある方はぜひぜひお申し込みください。電話でこちらお問い合わせしてよろしいですか。そうですね、はい、はいはい、電話の番号が0902505599番までお問い合わせください。はい、はい、ではそろそろお時間となってしまいましたが、先生、リスナーの皆さんにぜひ一言よろしくお願いします。はい、そうですね、はい、難しいですよね。とにかく楽しく生きてほしいと、楽しく、これだけですね。本当ですね、健康で楽しく長生きできるのがいいですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、イハケア石新宿の赤田先生にお越しいただきました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではここで一曲お届けしましょう。はい、はい、せやこのワーク入ってなかった。入ってなかったですか。今日はちょっと懐かしい曲をお届けしたいと思います。夏にぴったりの曲じゃないでしょうか。シークレットベース、君がくれたもの、ゾーンです。